スコット、君しかいない。君こそアントマンだ。理想的なスーツと人間の関係、それは共存することだ。スーツには力があり、人間がその力を操る。それには特殊な技術も必要だが、肝心なのは素早さだ。縮んだり戻ったりすぐできないと、瞬時に常に必要なサイズに変身できるようにするためだ。さあ、鍵穴を通り抜けてみろ。走るときは大きく、抜けるときは小さく、そしてまた戻る。彼には無理。小さくなると拳はミクロサイズになるけど、威力は体重90キロの男性並み。まるで銃弾よ。パンチが強いと相手は死ぬ、弱いと意味がないわ。だから殴り方を覚えて。3年刑務所にいたから知ってるよ。見せて。ひどい。じゃあ見せてくれる？やってみ。あっ、これがパンチよ。ホープの得意分野だ。嘘だろ。格闘技の訓練を受けた。辛い時期に。辛い時期って母が死んだ時よ。飛行機の事故で死んだ。ごまかすのやめてくれる？そんなの嘘だって分かってるんだから。あっち行ってて。さあお嬢さん、訓練に戻りましょう。顔を殴るのはやめてくれ。もしかしてレギュレーターに問題があるんじゃない？やめろ。レギュレーターをいじるんじゃない。レギュレーターが不具合を起こすと君は原子以下になってしまう。どういう意味？つまり量子の世界に入るんだ。どういう意味？量子の世界に入ると時間や空間の概念というものが全てなくなり、君は永遠に小さくなり続けていくんだ。君の大切なものも、愛する人も、全て失う。なるほど。そう。じゃあ、いじるのやめた。スーツだけじゃなく、最強の味方についても学ばないとな。アリだ。忠実で勇敢。この任務を手伝ってくれる。パラトレカイナ・ロンジコーニス、いわゆるクレイジーアント。動きが俊敏で電気を通すから電子回路の破壊に役立つわ。それほどクレイジーじゃないだろう。いやあかわいいな。おい、ガッ、あ、やめろ。いや、ちょっとびっくりしただけ。